今日は8月13日、世間一般的にお盆ということで、我が家にもお盆がやってきました。今年は3年ぶりの行動制限なしのお盆休みということで、皆さんは帰省などしているのでしょうか。私も絶賛実家に帰省中です。コロちゃんのお世話をしないといけないので、未だに実家を離れたことはありません。今日は朝一、父親と一緒にお墓参りの予定が入っています。父親は今年の11月で60歳になります。今年で還暦なのですが、65歳まで今の職場で働くみたいです。起きるのが遅くなってしまったので、競歩で廊下を歩きます。食卓を覗くと、ご先祖様にお供えするお団子が作られています。我が家では毎年シャインマスカットのお団子じゃなくてあんこのお団子を作っています。お父さん、おはようございます。おはようございます。お盆の意気込みはありますか？まあこれから、お墓行って。コロちゃんもご先祖様が帰ってくるので嬉しそうに尻尾を振っています。私の祖父は私が生まれる前に亡くなってしまったんですけど、祖母は私が高校生の時に亡くなってしまったので、コロちゃんも覚えていると思います。持ち物はこんな感じで、お花と提灯とお線香です。お父さん、おばあちゃんに一言お願いします。まあ家族は元気でやってます。家からお墓まで離れているので車で向かいます。朝が早いので気絶しそうになってますね。お墓参りが終わり、お墓からご先祖様をお家に連れて帰ります。お墓で火をつけて、そのまま提灯で消さないように家に火を持って帰ります。そして家に帰って、その火をろうそくに移しお線香をあげます。これが我が家の迎え盆の風習です。ちなみに送り盆は16日に行います。ここで登場、母花さん。今日は兄花さんのお下がりの半ズボンを履いて気合が入ってますね。今日は親戚の人が来ないんですけど、明日からたくさん来るので、いろいろと準備をしなければいけません。あら、何これ、ちょっと硬いんです。お団子をつまみ食いし、これから朝食を食べたいと思います。先日新しいトースターを買ったんですけど、この周りの掃除が終わってなくて、まだ新しいトースターを下ろせてません。マシュマロを上に乗っけるだけのマシュマロトーストを作りました。あら、焦げちゃった。にょ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 。あら、なにこれ、真っ黒クロスケなんです。いい感じに焦げてしまったんですけど、味は美味しかったです。8月は YouTuber たちの間では勝負の月と言われていて、学生さんたちの夏休みやお盆休みと重なるので、再生回数が上がりやすい月なんですよね。なので他のクリエイターさんたちも気合が入ってます。中にはお盆毎日10本投稿してるクリエイターさんもいて、すごいというより心配が勝ちますね。私も気合を入れて、8月はいつもより通常動画の投稿本数を増やしてるんですけど、やっぱりピンでやってると限界がありますね。体調を崩してしまっては元も子もないので、無理をせずやっていきたいと思います。ごちそうさまでした。朝が早かったので、それからちょっとお昼寝しちゃいました。目が覚めると、母花さんが買い物に連れて行ってほしいというので、身支度を整えていきます。それとこの間髪の毛を切ったんですけど、私が YouTube を始めてから多分一番短いですね。やっぱり髪の毛が短いと乾かすのが楽でいいです。白目向いちゃってますね。買い物に行く前にコロちゃんとじゃれたいと思います。今日は台風が接近しているので、比較的過ごしやすい気候になっています。この動画が上がる頃には台風は過ぎ去っているんですけど、台風の被害は我が家はありませんでした。学生の頃は台風で休校ってなったらテンションが爆上がりしてましたね。でも休校になった日に限って台風が大したことなかったです。ちなみにコロちゃんは雷や風が苦手ですね。それから母花さんと一緒にデートに行ったんですけど、家を出た瞬間に大量の雨が降ってきました。外出れないよこれじゃあ。お店にはなんとか着いたものの、雨がすごくて出れませんでした。いつか後ろ何買ってきたの？お花。ぶどうと梨買ってますね。うふふって言って。やだ。お昼ご飯は作ってる暇がなかったので、セブンイレブンで買ってきちゃいました。それなんて読むの？お父さん読めないね。冷やし中華好きなんですか？うん、豚ラムの方がカティロールスパイシーチキンいただきます。
粗いのにこれシャキシャキしてて美味しいんです。ちょうどセブンイレブンでカレーフェスがやっていたのでその商品を買ってきました。インドは行ったことないんですけど、 50A のインドの牛乳屋さんなら知ってますね。 50A はテレビ朝日ロンドンハーツのドッキリ企画で生まれた狩野英孝さんの音楽プロジェクトですね。当時めちゃくちゃハマってて録画を見るために学校をサボったりしてました。 50A 知ってる人いますか？いたら自首してください。続いてルーローメン。ルーローってなんだろうと思ったらこの上に乗ってるお肉のことでした。あら、なにこれ、中に入ってるチャーシューが美味しいんです。卵を入れたら美味しいやつです。生卵を入れたら相性が抜群でした。思わず追い飯をしちゃったんですけど、こんなことしてたら太っちゃいますね。最近食べてる割には体重計に乗っていないので乗るのが怖いです。おで、はい、おかわり、はい、はい、タッチ、はい。その後はコロちゃんにアイスクリームをあげました。最近はコロちゃんの芸のキレが上がってると感じませんか？我が家は本家なので明日からは大量のお客さんが来るんですけど、親戚の人が来るとコロちゃんは吠えまくります。コロちゃんは家族以外にはなかなか心を開きませんね。親戚が来ると言ってもサマーウォーズのように親戚一同が集まるというわけではなくて、普通に挨拶回りみたいな感じでお線香をあげたらちょっと喋ってすぐに帰ってしまいます。なのでいつお客さんが来るか読めないのでコスプレは禁止されています。小学生の頃はお盆は埼玉のおばあちゃん家に泊まりに行ってて、愛嬌を振りまいて親戚の人からお小遣いをむさぼり取ってました。コロちゃんもペロペロと手を舐めておやつの催促をしています。その後は母花さんと一緒にあっち向いてホイで遊んでいました。奥で寝ているのは父花さんですね。兄花さんもお盆休みなんですけど久々の連休で無限に寝ています。皆さんも素敵なお盆休みをお過ごしください。お盆だからさ、うん、妹欲しいんだけど。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が上がる頃にはお盆休みが終わりを迎えてると思うんですけど、皆さんお盆休みは満喫できたでしょうか？それではこれからお仕事を頑張る皆さんのために千葉さんからメッセージがございます。ん？お父さん？じゃあパルス